高瀬博美君。公明党の高瀬博美です。本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。子ども真ん中社会の実現に向けて、本日も子どもを誰一人取り残さないとの思いで質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに更生保護施設についてお伺いしたいと思います。更生保護施設については法務省の資料によりますと、このように記載がございます。犯罪や非行に走る人の中には、頼ることのできる人がいなかったり、生活環境に恵まれなかったり、本人に社会生活上の問題があるなどの理由ですぐに自立更生できない人がいらっしゃいます。更生保護施設はこうした方々を一定期間保護し、円滑な社会復帰を助けて再犯を防止するという重要な役割を担うと、このように書いてあります。刑事施設から仮釈放となる人の3割が更生保護施設で生活をされています。こうした更生保護施設でありますが、子どもであります少年少女を対象とした更生保護施設について最初にお伺いいたします。全国にこの少年少女を対象とした更生保護施設は何箇所あり、何名くらいの方が生活していますでしょうか。法務省サイバーセキュリティ情報課審議官、佐竹剛君。令和4年1月現在でございますが、全国に更生保護施設は103ありますところ、少年少女を受け入れる更生保護施設は84施設、そのうち少年少女のみを受け入れる更生保護施設は2施設であり、これらの施設の定員は合計362人となっております。また令和2年に保護観察所からの委託により新たに更生保護施設に入所した少年少女は174人でございました。高瀬博美君。ありがとうございます。少年少女を受け入れる施設84施設あって、少年少女のみを受け入れる施設は全国に2箇所しかない。その中で、少女を受け入れる施設というのは1箇所しか全国にございません。で、この全国に1箇所しかございません少年少女のみを受け入れる更生保護施設が、実は私の地元福岡県にございます。で、公明党の法務部会としまして2020年に視察をさせていただきました。先ほど少しお話しさせていただきましたけれども、家庭環境などによって本人に社会生活上の問題がある少年少女ですとか、また虐待の影響で心に深い傷を持っていたり、うつの症状がある方であったり、発達障害など生活上の困難を抱える子どもさんも多いために、この更生保護施設の現場は、例えばですけれども、住民票を入れるというところからスタートしなければならなかったり、洋服がないので洋服を買いに行くというような生活立ち上げの支援、そして、発達障害があるにもかかわらず、これまで診断を受けていなかったので、障害手帳を取るところからスタートしなければいけないなど、医療的な面も含めたケアからスタートしなければならない例が多いというふうに伺いました。で、そのため、この更生保護施設においては、常に人員が足りない状態ということをお伺いいたしました。また、国から更生保護施設への委託費も、視察した当時のことにはなりますけれども、1日1人当たり何円というふうに決まっておりまして、これが実態に即して、その後、後から払われるというふうになっておりましたので、例えば私たちが視察させていただいた更生保護施設は、やっぱり脱走をする子とかいらっしゃるんですね。そうしますと、更生保護施設の方はその脱走した子どもを探しに手分けして、探すわけでございます。で、その結果、何日も、あるいは何週間も見つからないということがございます。ただ、この場合も実績としてはその子どもは施設に入っておりませんので、委託費が支払われないというような現状もございまして、大変厳しい状況にあるなということを実感いたしました。その視察の際にも法務省に対しては、現実に即した委託費ですとか、人員体制の改善というのを申し入れをさせていただきましたけれども、その後の現状、いかがでしょうか。法務省、佐竹審議官。高瀬委員におかれましては、かねことより更生保護行政にご理解をいただきまして、誠にありがとうございます。更生保護施設では、少年成人を問わず、そもそも24時間体制で入所者と向き合うなどの負担がありますところ、委員から今、ご指摘いただきましたとおり、更生保護施設に入所する少年少女については、さまざまな問題があることから、さらに加えた大きな負担があるものと認識しております。ご指摘も踏まえまして、令和4年度、本年度から、主に少年少女を受け入れる3施設に、
福祉等の専門資格を有するスタッフを配置するために必要な委託費を措置し、少年少女に対する処遇体制の整備を図ったところでございます。今後も更生保護施設等における処遇の充実を図る更生保護法等の改正法案も参議院にてご審議をいただいているところでもあり、法務省としましては更生保護施設における受け入れ及び処遇機能のさらなる充実に向けて、処遇の内容や負担に応じた委託のあり方を検討するなど、更生保護施設の人的物的体制の整備に向けた支援を行ってまいりたいと考えております。高瀬博美君。ありがとうございます。福祉スタッフを増やしていただいたということで感謝申し上げます。今ご答弁にもありましたけれども、このまだ日額の委託費の部分とかですね、まだまだ施設運営いただいている方々の熱意に頼っている部分がございますので、しっかりとその方々をお支えいただけるように法務省にもお願いをしたいと思います。野田大臣にお伺いいたします。子ども家庭庁においてはすべての子どもが対象ということを、委員会の質疑の中で何度も確認をさせていただきました。また今回、子どもの定義も心身の発達の過程にあるものとして18歳で区切ることなく、必要な支援を届けていくということも明確になっております。先ほどお話しさせていただきましたとおり、更生保護施設の少年少女というのは、心に傷を負っている子もたくさんいますし、社会的な手厚い支援が必要な子も多いわけでございます。この年齢に限らずにですね、18歳というところで区切ることなく、しっかりと支えていくことが大事であります。この更生保護施設については、法務省の管轄ではございますが、すべての子どもを対象とする子ども家庭庁として、こうした保護施設、更生保護施設で暮らす子どもも置き去りにせず、健やかな育ちと社会復帰のために、さらに支援をしていくんだという大臣の決意をぜひお聞かせください。野田国務大臣。質問ありがとうございました。お答えします。更生保護施設の子どもたちは年齢によらず心身の発達の過程にあるものもあり、更生保護施設で生活する子どもをしっかりと守っていくべきという、高瀬委員からのお話であります。で、今法務省の方から答弁がございましたが、少年少女に対する処遇体制の整備など、法務省の方でしっかり取り組んでいるところと承知しています。昨年12月に閣議決定した基本方針では、子どもの視点で子どもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子どもの権利を保障し、子どもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しすることとしているところでもあり、子ども家庭庁としても子ども政策を推進していく観点から、必要な連携を法務省と、しっかり行ってまいりたいと考えています。いずれにしても、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援を基本理念としているところでもあります。すべての子どもの健やかな成長、ウェルビーイングの向上に向け、取り組んでまいりたいと考えます。高瀬博美君。大臣、大変力強いご答弁、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。この委員会の中におきまして、子ども家庭庁の議論、さまざまな論点がありましたけれども、子ども政策というのは実に多岐にわたるなということを私も感じてまいりました。で、これから一体どれくらいの予算が必要になるのかという点については、ご答弁でもたびたび体系的にまとめていくということがございまして、確認をされております。先々週になりますか、5月27日に公明党として、子ども真ん中社会実現のための要望ということで、主従、要望をさせていただきました。その中で、まずは子ども関連予算の倍増、これは岸田総理の方針と私どもも思いを共にしておりますところでございますけれども、しっかり予算をつけていくんだということ、また子ども政策に関わる人員体制の抜本的な強化ですとか、子ども視点に立った具体的政策の充実などを要望をさせていただきました。これまでもたびたびこの委員会におきまして、子ども政策は待ったなしであること、また子ども家庭庁の発足を待たずに、もうすぐにでも取り組めるところからやっていくんだということを確認をさせていただきましたけれども、個別具体的な政策については、この子ども関係予算を積み上げていくわけであり、ある意味優先順位もつけていかなければならないと思います。こうした体系的に取りまとめる検討については、誰がどのような形で行っていくのか、内閣府をお答えください。内閣官房子ども家庭庁設置法案等準備室室長、谷内茂君。
お答えいたします。議員がご指摘になりましたように、子ども取り巻く課題への対応は待ったなしの課題でございまして、子ども家庭庁の創設を待たずにできることからしっかりと取り組んでいくことが重要であると考えております。現在でも子どもに関する関連する施策につきましては、例えば少子化社会対策大綱や子ども若者育成支援推進大綱に基づく政策などを着実に進めているところでございます。また創設子ども家庭庁の創設を待つことなく、内閣官房を中心にいたしまして、この場でもこの委員会でも大臣等からお話しておりますように、子どもの意見の政策への反映に関する調査研究、子どもの居場所づくりに関する調査研究、また就学前の子どもの育ちにかかる指針の策定に向けた検討、日本版 DBS の建設創設に向けた検討などを行うこととしております。さらに今回の法律ができました暁には、令和5年度予算編成におきまして、令和5年度予算編成になりますと、子ども家庭庁の予算というのを作成しなければいけないということでございますので、概算要求、また予算編成の中で、ですね、内閣官房を中心に、厚生労働省、内閣文科省等と、しっかり予算編成にもしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。こうした取り組みを進めながら、その上で子ども家庭庁発足後でございますけれども、子ども政策に関する予算については、子ども家庭庁の下で子どもの視点に立って、必要な子ども政策が何かをしっかりした議論、しっかりと議論した上で体系的に取りまとめることとしておりまして、社会全体での費用負担のあり方の検討と合わせて、子ども政策の充実に取り組むことが重要であるというふうに考えております。高瀬宏美君。ありがとうございます。子ども家庭庁の発足を待たずに、調査研究さまざまな検討を進めていただくということで、来年の4月に子ども家庭庁ができた暁にはもうすぐにスタートダッシュできる体制を作っていただくということを今のご答弁で確認をさせていただきました。我が党の申し入れの中でもですね、子ども関連予算の倍増とともに、もう来年度の予算概算要求にもしっかりと盛り込んでいくこと、これを要請をさせていただきました。この子ども関連予算については、閣議決定の文書にもございますけれども、政府を挙げて国民各層の理解を得ながら、社会全体で費用負担のあり方を含め、幅広く検討を進め、確保に努めていくということをたびたび確認をさせていただいております。この国民各層の理解というところについてなんですが、野田大臣にお伺いしたいと思います。この国民各層の理解はどのように推進をされていかれますでしょうか。私たちはこの国会の議論の中で、子ども政策というのがすべての根幹である、まさに有事であり、ここを解決しないと安全保障の問題も、成長戦略の問題も、あらゆる問題が解決していかないんだということをたびたび確認をさせていただきました。しかし、国民の皆様にとりましては、今、防衛力を強化する必要があるという議論もあり、また、カーボンニュートラルが大事だという議論もあり、さまざまなものがある中で、この子ども関連予算を倍増していくことについて、理解をいただくためには、しっかりと時間をかけて取り組む必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。野田国務大臣。ご質問の国民各層の理解についてですが、昨年12月に閣議決定をした基本方針でも、子ども政策を強力に進めるために必要な安定財源の確保については、政府を挙げて国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担のあり方を含め、幅広く検討を進め、確保に努めていくとしているところであり、子ども政策の推進や安定財源の確保などについては、国民各層の理解が不可欠であると考えています。で、子どもを取り巻く深刻な状況や、少子化の状況を改善するための子ども政策の充実は、我が国社会の持続的発展を確保するための待ったなしの課題であります。で、まずはそうした子ども政策の必要性や緊急性について、国民の皆様にご理解をいただき、子ども政策の充実に向け、社会的な機運をしっかり醸成していくことが重要だと考えています。また、子ども政策としてどのような施策が必要なのかなど、子どもや子育て同士をはじめ、国民の皆様のご意見をしっかりと伺いながら、検討を進めることが重要であるとも考えています。で、こうした認識のもと、子ども家庭庁の発足を待つことなく、子ども政策の充実の必要性について、国民各層に訴えていくとともに、今後、充実を図るべき必要な施策や財源のあり方について、国民の皆さんのご意見を聞きながら、検討を進めてまいります。委員おっしゃったように、安全保障と
子ども政策っていうのは別々のものではないんですね。安全保障にしてもカーボンニュートラルにしても、まずはマンパワー一ありきでありまして、次の時代の日本を背負っていく人についての根幹の問題が子ども政策なんで、そこをやっぱり合わせてご理解をいただくように私たちもいろいろとご説明していきたいと考えています。高瀬博美君。大臣ありがとうございます。今安定財源というお話ございましたけれども、財源につきましては税金なのか社会保障なのか、あるいは全く別の子ども基金のような新しい形なのか、さまざまな点から検討していく必要があるかと思います。今日は岡本財務副大臣にお越しをいただいております。子ども関連予算、我が党としても、最終的には倍増を目指していくという中で、時間はかかるかもしれませんけれども、実際に倍増となっていきますと、数兆円規模のお金が必要となってくることになります。これから国民的な議論に入っていく前提として確認をさせていただきたいんですけれども、まず税で予算を確保するということを考えました場合、消費税の増税につきましては、岸田総理が昨年の自民党総裁選の段階で、消費増税は当面行わないということを明言をしていらっしゃいますので、もし税金だとすれば、消費税ではない所得税だとか法人税など、他の税目の増税になるということかというふうに考えます。で、また、子ども保険のような社会保険ということで考えますと、もうすでに年金、医療、介護、雇用、労災など各種保険がございますので、こうした保険、すでにある制度との整理ですとか、あるいは既存の保険制度からの支援強化という形もありうるかと思いますので、さまざま検証が必要になるかと思います。で、そのもう一つとしまして、国債という選択肢も当然あるわけでございます。で、この国債について、整理させていただきたく、質問させていただきたいんですが、少子化対策や子ども政策に特化した国債、教育投資のための国債というのは、しばしば、子ども国債ですとか、教育国債というふうに言われますけれども、このような国債発行による財源の確保を考えるにあたっては、財政法第4条第1項、国の歳出は公債または借入金以外の歳入をもってその財源としなければならないとして、国債発行原則として否定がされています。一方で、ただし書きの中で、公共事業費、出資金および貸付金の財源については、国会の議決を得た金額の範囲内で公債を発行し、または借入金をなすことができるとして、いわゆる建設国債の発行を例外として認めているわけでございます。そこで確認をさせていただきたいんですが、この建設国債の発行が認められている理由について、できれば分かりやすくお答えいただければと思います。岡本財務副大臣。お答えいたします。今しがた高瀬委員ご指摘をいただいたとおりの内容でございまして、財政法第4条では、国の歳出は租税等をもって賄うという原則を述べた上で、この同条のただし書きの中におきまして、公共事業費等の財源に限って、公債の発行を認めるということとしております。この第4条は、健全財政の原則を規定したものでありまして、公共事業費等については、その支出により、道路や建物などの資産が形成をされて、その資産からの受益も将来世代にまで及ぶことを踏まえまして、将来世代の皆様にも負担を求めることが許容されているという趣旨だというふうに理解をしております。高瀬博美君。ありがとうございます。今、資産が形成されるので、国債発行が認められているというお話でございました。とすればですね、幼児教育や高等教育によって形成される人的資本の価値を無形の資産として捉えることができるのであれば、原理的には建設国債と同様に、子ども国債や教育国債は発行可能ということでしょうか。岡本財務副大臣。お答えいたします。この財政法第4条において、建設国債の対象経費となっている公共事業費、出資金及び貸付金は、貸借対照表に具体的に金額を表示できる資産が形成をされて、長期の耐用年数を有するもの等であることから、例外的に建設公債としての発行が認められています。これに対して、いわゆる教育予算について、資産として具体的に金額が特定できないものが大部分を占めているということから、公共事業費等と同様に建設公債の対象になるとは解釈することはできないと考えています。その上で、岸田総理ご自身は、子ども家庭庁のもと、子ども政策を
我が国社会のど真ん中に据えて進めていくというふうにおっしゃっています。また先ほど高瀬委員ご言及いただきましたように、先週公明党の皆さんから野田大臣に対して、子ども家庭関連予算の倍増や人的体制の強化を要望されているということも認識をしておりますので、このようなことをしっかりと他庁等とも議論をいたしまして、真に必要な子ども政策の充実について安定財源を確保しつつ、子どもの視点に立って検討を進めて、必要な予算はしっかりと確保してまいりたいと考えています。高瀬博美君。副大臣、ありがとうございます。私、国債にすべきとかですね、どの財源すべきだということを言うつもりは全くございませんでして、まさにそれはこれから国民的議論が必要なところだと思っております。ただ今の防衛予算についてもカーボンニュートラルの予算についても、増やしていくということを政府が発信している中で、果たしてどれが国債に適しているのかとかですね、この人的資本を数値化するということ、無形の資産と捉えることは本当にできないのだろうかということ、こういうことはしっかり財務省にも考えていただきたいと思いまして、今日このような質問をさせていただきました。いずれにしましても、財源についてはさまざまな角度からの検証が必要だと思いますけれども、私どもの思いとしては、子ども政策は待ったなしで、必要なところにはしっかり必要な予算をつけていくと。でその際には単なるこの思いではなくてですね、しっかりデータに基づいて、そのつけた予算がどのように結果として現れているのかということも検証していくということも大事だと思っておりますので、来年度の予算に向けて、財務省、またこども家庭庁の皆様にもぜひとも思いを受け止めていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。で次の話題に移らせていただきます。子どもの権利条約の中に、生命生存発達の権利というのがございまして、これが今回の子ども家庭庁の中で、また子ども基本法の中でしっかりやっていくんだということを明確化されました。私、これは画期的なことだと思っておりまして、今まで子どもの基本的人権に対する認識はあったとしても、例えば遊ぶということや学ぶということについては、子どもの権利として、どこまでこう明確になっていたかというと、少し疑問なところもあったんですけれども、今回のこの法律が成立をしましたならば、遊びや学ぶということも発達にとって重要であって、子どもの権利なんだということが明確に位置づけられていくわけでございます。で、これが位置づけられるということは、今まで発達については家庭の中でやってくださいねってなっていたところを、そうではなくて社会でしっかりやっていくんだという、ある意味、意思の明確化になっていくのではないかと思います。そこで今日は地域での子どもの遊び場である公園について伺いたいと思います。ちょっと一問飛ばさせていただきまして、今、自治体において、インクルーシブ公園というものが広がりを見せております。今日資料としてお配りをさせていただきました。でこれは資料1を見ていただければと思いますけれども、バリアフリー法によりまして、トイレ等のユニバーサルデザインというのは進んでいますが、遊具に関しましては、基準がこれまで、ありませんでしたところを、各自治体が努力をしまして、体に障害がある子も楽しめる公園を作ろうということで、日本よりも取り組みが先行しております、海外に視察に行かれて、今、いろんなことを実行していただいております。一番上の写真は、これ、熊本市のインクルーシブ公園になりますけれども、ご覧になられますとおり、スロープや手すりのついた遊具でございまして、体に障害がある子も、このスロープや手すりを使って一緒に遊ぶことができます。また、図2の椅子型ブランコにおきましては、これは体幹の弱い子、体を支える力が弱い子でも遊べるデザインとなっておりまして、これは世田谷の都立砧公園にあるんですけれども、このようなものですとか、また図3、これは豊島区の公園でございますが、この砂場は車椅子のままでもそのまんま遊べると。で、またここに砂場の巣と大きい字で書いてあるんですが、漢字が読めない外国人の子どもさんであっても、これは砂場なんだということが分かりやすいデザインとなっております。国土交通省にお伺いいたします。国として、こうしたインクルーシブ公園というのは、どういう公園として定義されていますでしょうか。国土交通省大臣官房審議官、上野純一君。お答えいたします。
インクルーシブ公園につきまして、国として現在、何か具体的な定義を定めているわけではございません。ただ、一般には先生もご指摘いただきましたように、障害の有無などにかかわらず、互いの違いを理解し合い、支え合いながら、あらゆる子どもが一緒に遊び、楽しむことができる公園を指すものであるというふうに承知してございます。こういった公園、全国で、近年整備事例が増えつつあるというふうに承知してございます。高瀬博美君。障害の有無にかかわらず遊べる公園ということでございますけれども、今こうしたインクルーシブな公園は自治体の努力で増えております。国として今インクルーシブ公園の定義ございましたけれども、この公園の必要性についてはどういう見解をお持ちでしょうか。また今日ご紹介させていただきましたインクルーシブ遊具につきましては、導入をしようとした熊本市の地方議員さんからも聞いたんですけれども、非常に高価でありまして、なかなか自治体単独では購入が難しいと。で、熊本市も国に対していろいろお願いをしたんですけれども、最終的には自力で購入されて、今、こういう公園となっているというふうに伺っております。こうしたインクルーシブな遊具につきましても、普及をするように支援してほしいという声、地方から届いておりますけれども、このインクルーシブ遊具の補助に関する国の考え方も合わせてお答えください。国土交通省上野審議官。お答えいたします。まずインクルーシブ公園に対する国交省の考え方ということでございますけれども、先ほど来からお話ございますように、公園というものは、子どもの健やかな成長に不可欠な遊びの場を提供するものでございます。国土交通省としても、繰り返しでございますけれども、障害の有無などにかかわらず、あらゆる子どもが一緒に遊び楽しむことができる、こうしたインクルーシブ公園が整備されることは非常に重要なことであるというふうに考えてございます。このインクルーシブ遊具の整備に関する国の支援ということでございます。国土交通省におきましては、社会資本整備総合交付金によりまして、公共団体が行う都市公園の整備を支援してございまして、このインクルーシブ遊具を含みます公園遊具につきましても、その新設リニューアルについて支援の対象としているところでございます。また今年度から新たに創設しました社会課題対応型都市公園機能向上促進事業におきまして、他の公園の参考となるモデル的な取り組みを支援することといたしてございます。このインクルーシブ遊具の整備につきましても、モデル的な取り組みの一つとして、個別補助制度による集中的な支援をすることとしてございます。国土交通省としては、これらにより、地方公共団体のインクルーシブ公園の整備の取り組みをしっかり支援してまいります。高瀬博美君。ありがとうございます。今これ地方で頑張っていただいておりますので、国としてもしっかりと後押しをしていただきたいというふうに思います。私も自分が子どもを持ちまして、この公園に対する考え方というのが大きく変わりまして、やっぱりこの心身の発達にとって公園、こうした遊具で遊ぶというのは非常に大事だなというふうに感じております。本当の意味での共生社会が広がっていくにあたっては、こうしたインクルーシブ遊具というのも重要だと思いますので、ぜひとも子ども家庭庁の方でも国交省の取り組み横目で見ていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。次に痴漢のことについてお伺いをしたいと思います。今日の午前中の連合審査の中でも、我が党の竹谷議員の方から痴漢政策について内閣府に対してその取り組みを聞かせていただきました。で、この痴漢政策をしっかり進めていただきたいと要望されていらっしゃる若者の皆様、高校生、大学生が多いんですけれども、その方々がおっしゃっていたことの一つにですね、相談先がどこにあるのかということをしっかりと周知していただきたいというお話がございました。すみません、ちょっと質問飛ばさせていただいて、文科省にお伺いをしたいと思いますけれども、今日配布資料の2枚目、3枚目で、文科省が作っております命の安全教育のスライドを載せさせていただきました。この命の安全教育の中に、性暴力の被害に遭ったらということで、その際の対応が書いてあります。そして3枚目のところは、相談先ということで、一人で抱え込まずに話してみようというふうに書いていただいているんですけれども、実はこの相談先、ここに
早くワンストップのこの全国共通の短縮番号とかですね、ご紹介はいただいてるんですけれども、実はこの命の安全教育の資料、スライドで言いますと三十数ページございまして、この相談先っていうのが一番最後のページにあってですね、これ補足の教材としてついているような状況なんですね。ですので、通常の教材だけ見ますと、相談先まではこの命の安全教育の資料の中には載っていない、2枚目の資料しか載っておりませんので、どこに相談するというところまでは踏み込んで書いてない状況になっております。で、またここで電話番号の紹介あるんですけれども、ご承知のとおり、今の若い方は、電話をかけるということが非常にハードルが高くてですね、特に痴漢被害で、そもそもそれが性暴力と自分で認識することも難しいと思いますし、こういうところに電話をするということはなかなかハードルが高いのではないかなと思います。ぜひこの命の安全教育、せっかく作っていただいている資料でございます、 SNS での相談先ですとか、もう少し若い方の目線に立った資料にしていただければと思いますが、文部科学省政務官いかがでしょうか。鰐淵文部科学大臣政務官。お答えいたします。文部科学省では、命を大切にする、また子どもたちを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育を推進しております。このため昨年作成いたしました、今委員からもご紹介いただきました命の安全教育の中学生高校生向けの教材、またその他卒業直前の高校生大学生等の向けの啓発資料がございまして、こちらの方に今ご紹介していただいたようなワンストップ支援センターの相談先につきまして掲載をさせていただいております。で、この資料自体は文科省のホームページにも掲載をさせていただいております。今の具体的な相談先、重要であるということでご指摘もいただきまして、この相談のあり方も含めて私も改めて何ができるかということで検討する必要があるんじゃないかと実感しております。しっかりと子どもたちを守るという観点でも重要なことでもありますし、しっかりと子どもたちも、やはり最も身近な性犯罪が痴漢でもあると思っておりますので、今後の対応につきましては、どのような対応ができるかも含めて検討させていただきたいと思います。高瀬博美君。はい、ありがとうございました。以上で質問終わらせていただきます。磯崎哲司。